国民健康保険ですね。これ病院行った時とかですね、まあ、入院とか、あと僕もアメーバセクリっていうので食中毒になって救急搬送されたことなんですけども、こういった場合ですね、保険は使えるのかと、まあ、日本の国民健康保険ですね、こちらの方は現地ではキャッシュで全額払う必要があるんですけども、その控えの、紙が出るので、それを必ず日本に持ち帰って、提出することで、その3割以上払った分を戻ってくるっていう形ですね。あとはクレジットカードなんかに当然付帯しているカードなんかもちろん条件がそれぞれ違いますけれども、使えますので、その辺はやっぱりですね、保険というのは現地で支払いが大きくなったりした場合にですね、重要なので、条件なんかを見ておかれるといいかなと思います。まあ、国民健康保険、あとカード関係の保険というところですね。あとは民間の、保険というのもありますので、その辺は利用されるといいかなと思いま